手相、知能線の枝分かれ、知っておきたい本当の意味、早速確認。知能線とは、手相の基本の3線の一つです。多くの方が持っており、頭脳線という呼ばれ方もします。一般的には、その方の頭の良し悪しや才能、適性分野などを司るとされます。位置としては、親指と人差し指の間から出て、多くの場合、小指の下の膨らみ、月球の方へ伸びていく線になります。感情線と生命線のちょうど中間に位置している線になります。そんな知能線ですが、あなたの知能線はどんな形状でしょうか？枝分かれしていたりしないでしょうか？今回は枝分かれにスポットライトを当てて、その意味をシェアしていきたいと思います。1、手のひらの中央で分岐している。図のように手のひらの中央あたりで知能線が分岐しているケースでは、あなたは文才に優れているかもしれません。文章表現が非常に得意なので、ライター業をされていたり、漫画家、記者などの職に就いていたりします。また、もう少し広い範疇で捉えると、企画力や観察力も非常に高いと言えます。ライターではなくても何かを生み出す、何らかのクリエイティブな仕事に就くと才覚が発揮できるでしょうし、自然とそういう仕事に落ち着いていることが多いでしょう。2、視線が薬指下まで伸びている。知能線の視線が薬指の下、すなわち太陽球まで伸びているような手相の方は、非常にバランスよく才能に恵まれている方です。合理的で論理的な一面もありますし、華やかで芸術的な才能にも恵まれています。世の中で高く評価され、中にはカリスマ性を持つ方もいるでしょう。一方で、人からの評価をやや気にするところもあります。3、視線が小指下まで伸びている。知能線の視線が小指の下、すなわち水星球まで伸びているような層の方は、非常に合理的、論理的な方です。ビジネスの才能はもちろん、この資本主義社会では成功しやすいでしょう。一方で、あまりに合理、論理に偏るため、周囲から冷たい人間だと思われることもあります。仲間との関係性には注意を向けましょう。また、言い訳やそろばん感情も上手です。4、知能線がやや下向きかつ枝分かれしている。知能線自体がやや下向きで勢いがなく、かつ先端の部分で枝分かれしているケースは、あなたがよく迷い、優柔不断な性格であることを意味していると言われています。時にそれは周囲への配慮や優しさと映ることもありますが、周囲をイライラさせてしまったり、自分の考えがはっきりしない人間と思われたり、大きなデメリットも抱えています。5、視線が長く伸びている。知能線が枝分かれし、その視線が図のように長く伸びている場合は、クリエイティブ能力に長け、非常に行動力もある活動的なタイプです。しかし、一匹狼の傾向があり、組織を作って動かすというよりは、己の才能を信じて、自力でプレイヤーとして自らの人生を切り開いていくことが向いているとされなお、ややストイックな傾向があり、求める理想が高いので、周りからの評価とご自身での評価にズレが生じて、自分の中では不満足なまま人生を終えてしまうことがあります。ある程度で妥協して、
満足を感じることも、人生を楽しく生きる上では大切なことであることも肝に銘じておきましょう。知能線にはあなたの才能が刻まれているとされます。才能を生かすためにも、デメリットの部分は意識してカバーをして、ご自身の運勢を切り開いていきましょう。早速ご自身の知能線を確認してみてくださいね。